では、今から、ね、お尻を緩めていきます。頭からの、ね、腰神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとして頭が間違えてしまうことって結構多いので、なので、ね、お尻をしっかり緩めていきます。私がわざわざ説明したってことは、かなり痛いってことですから、頑張ってね。ここ、動かしょう。痛い痛い痛い では、反対側ね。もう、いやいや。どうかな？よし、ここ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 。あ、結構痛いです、こっち。ここ痛いね。はい。なんか、場所によって左右違うんですね。場所によって違うね。なんでかって言ったら、はい、体の使い方とか体重のかけ方が違うから。では、こちら側を上にして横向いて寝ていただいてほしいですか、はい、ちょっと甘く入れますね、はい、すいません。足をこう曲げさせてもらってお尻の筋肉ってここからここまでくっついてるんですね、はい、なので、ね、ここをねちょっとしっかり緩めていきますね、はい、私がわざわざ説明したってことは痛いってことですけど頑張ってね。あ、ここ。あ、痛いけどでも大丈夫だね。はい、
いやね、この回はね、指で指で指で痛い。はい、では反対側行きましょうか。反対に反対。はい、すみませんね。めっちゃ汗かいてきたよね。仰向けになってください。元気元気。熱いね。ではね、足ちょっとここ緩めていくよ。はい。気持ちいいです。めっちゃ気持ちいいね。脇もね、あの肩こりによく効いてくれる場所なんですね。ここ。あ、痛い。ここ。痛い。痛い。よいしょ。あ、よかった。だらんくなっちゃうね。
ちゃ緩めないことが多いので、痛い、痛い、これが効くんです。あ、痛すぎる。痛い、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 痛い